橋本拓也は日本の男子バスケットボール選手である。大阪府大阪市出身。身長188センチメートル、体重83キログラムで、ポジションはシューティングガード。B リーグ B1 の大阪エベッサに所属している。大阪エベッサの下部組織から2012年にドラフト指名を経て大阪エベッサに入団。 当時ヒューマンアカデミー高等学校に在学中であり、史上最年少、かつ日本国内初の現役高校生プロバスケットボール選手となった。2020年夏季オリンピックに向けたバスケットボール男子日本代表候補に選ばれていた。1994年大阪市に生まれる。小学生時代は野球のチームに所属し、全国大会で準優勝した経験を持つ。 また、関西選抜チームの1位に選ばれた時には、後に、プロ野球選手となる、北条文也とバッテリーを組んだ。その後、中学校進学とともに、バスケットボールに転校した。高校進学後の2011年、当時、BJ リーグに所属していた大阪エベッサの、バスケットボールカレッジに入り、2012年、大阪エベッサより、ドラフト2巡目指名を受け入団。 2012年10月20日、安市総合体育館にて行われた、シガレックスターズ戦で、沢口誠が持っていた、BJ リーグ史上最年少出場記録を抜く、17歳321日での試合出場を果たす。翌21日には、初得点を記録しこれも最年少記録更新となった。同年12月には、アシア大学の入学試験に合格し、 翌年4月に入学した。シーズン終了後の2013年7月、契約満了となり退団した。大阪との契約が満了後、関西バスケットボールリーグ2部のアシア大学のバスケットボール部でプレーしたが、大学4年時の2016年に大阪エ別ッサに復帰した。同年12月には2020年夏季オリンピックを、 見据えたバスケットボール男子日本代表68人のうちの一人に選ばれた。ABC、橋本拓也。2016年12月16日閲覧。AB、阪神北条と少年野球専用大阪橋本がバスケ代表候補。日刊スポーツ。 h t t p w w w n i k k a n s p o r t s c o m スポーツスラッシュニューススラッシュ 1748828.html2016 年12月16日閲覧新人ドラフトにて、大阪エベッサが2選手をドラフトいたしました。大阪エベッサ、オリジナルの2013年7月19日時点における、 アーカイブ。https://web.archive.org/web/20130719083412/http:/www.ebessa.com/news/2012/06/ エントリー17290大阪エベッサ13橋本拓也 2012年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年2月5日閲覧。18歳315日 AB、e BJ ベッサ橋本が W 最年少記録更新。産 k 関西。オリジナルの2013年3月11日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 3 0 3 1 1 0 2 3 1 5 0 h t t p w w w s a n k e i k a n s a i c o m 2 0 1 2 1 0 2 3 2 0 1 2 1 0 2 3 0 6 2 4 8 1 p h p 2 0 1 3 m x 二月二日閲覧現役高校生 BJ リーガーが大学合格。産経関西。オリジナルの2013年9月12日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20130912204338/.http://www.sankei-kansai.com/.2012/.12/.04/.2012/.062987/.php2013 年9月2日閲覧 チーム、選手契約満了のお知らせ、大阪へウェッサ、オリジナルの2014年8月2日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20140802024557/http://www.ebessa.com/news/2013/07/ エントリー23772013年9月2日、閲覧 橋本拓也選手との選手契約基本合意のお知らせ、大阪エベッサ、https コロンスラッシュスラッシュ www.ebessa.com スラッシュニューススラッシュ 16070801HTML2016 年12月16日、閲覧。ありがとうございます。